双竜は日本が世界に誇る優秀な潜水艦だよね。その優等生が衝突事故を起こしたというニュースに驚いた人も多いはずだぜ。事故から1年が経つけど、事故の原因については正式な発表は未だにないままなんだよね。原因の解明は安全性の向上につながるし、早く解明されてほしいね。日本のために働いてくれている自衛隊の人の命をしっかり守らなきゃ。そうだね。今回は、この双竜型潜水艦の衝突事故を元ソナーマンの方の意見をもとに詳しく分析したいと思うよ。あまり聞き慣れない言葉だけど、どうやらベンチュリ効果のせいだという可能性が浮上しているみたい。それじゃあ行ってみよう。海自自慢の潜水艦双竜が貨物船と接触事故を起こしたというニュースが日本中を驚かせたのは、2021年2月のことだったよね。事故が起きたのは、2月8日午前11時前頃ということで、海域は高知県足摺岬沖だったよ。内容として、双竜型潜水艦1番艦双竜と、香港籍の貨物船オーシャンアルテミス号が接触したというもの。それからすでに1年以上経過したね。この事故については、海事や関係各所に設置された事故調査委員会が、事故原因について詳しく調査を進めているということで、結果がわかるのは2022年2月頃ということになっていたよ。当時はそんなに時間のかかるものなのかと驚いてしまったよね。相手が外国船籍だから慎重にも慎重でということなのかもしれないな。調査中だから、明確に公的な事故原因特定はされていなかったみたいだぜ。しかし、当事者の一方は日本の防衛の要である潜水艦であり、しかも現役主力艦双竜型の事故だから、日本が受けた衝撃は相当なものだったはずだよ。双竜は日本の海の守り手のエースみたいなものだもんね。うんうん。じゃあここで海外の艦艇事故について紹介してみようかな。2021年4月21日、訓練中だったインドネシア海軍の KRI ナンガラ402号が突如消息を絶ったんだけど、みんなは覚えているかな？そして数日後の25日、バリ島沖の海底に沈んだことと、乗員53名全員が死亡したということが判明したみたい。この KRI ナンガラ402号は1981年昭和56年就役し、約40年現役として活躍していて、大規模な改修を2回施されてはいたものの、長い間頑張ってくれていたんだ。それでもやはり老朽艦だし、潜航深度約250メートルの3倍の深さ800メートル以上の海底に沈んでしまったってわけ。40年間ってすごい長い月日だね。本当にお疲れ様って言いたい気持ちだよ。その通りだね。残念ながら、その深さがあだになり、サルベージ作業に中国艦艇が派遣されたんだけど、深すぎるせいで作業ができず、本体も遺体も回収することはできなかったんだよね。本体ももちろんだけど、遺体を回収してあげられなかったのは悲しいね。遺族の元に返してあげたかったと思うよ。うんうん、事故原因はというと、海中の温度差によって強力な水中波が生じるんだけど、その水中波が潜航中の KRI ナンガラ402を襲い、深い海底へと引きずり込んでしまったという見方が大半だね。つまり、偶然の自然現象によるものと考えられているみたい。自然現象なら仕方ないと割り切りたいが、亡くなった人がいる以上、そう簡単に割り切れることじゃないな。そうだね。ちなみにこの艦はドイツ製で、35名程度の乗組員が必要とされていたんだ。そのため総艦に必要な乗組員以外にも約20名の要員を乗せていたらしい。消息を絶つ直前まで魚雷発射訓練のため先行するはずだったと推測されるけど、その状況について疑問に思う意見もあるみたい。いずれにしても海底800メートルという深さに3つに分かれて沈んでいるという難柄を引き上げるのは、中国に協力してもらっても不可能と思われるから、沈没の正確な原因解明にはかなり時間がかかるだろうし、難航すると思われるよ。さて双竜の事故だけど、幸いなことに双竜の乗組員3名が負傷した以外には、相手の貨物船オーシャンアルテミス号の乗組員等の被害は確認されていないよ。相手に怪我人、死者が出てしまったら国際問題になったことだろうね。不幸中の幸いってことかな？互い違いにラッキーと単純に喜べない理由もあるんだよな。サイズの比較をするとオーシャンアルテミス号の排水量は約5万トンという大型だ。双竜は4200トンだから、10倍もの開きがあることになる。これほどの大きさに差がある艦同士がまともにぶつかっていたら、最悪の場合双竜が浸水し沈没していた可能性も高確率であったという推測も数多く見受けられるんだぜ。双竜が軽い損傷で済んだのは、本当に偶然による幸運ってことなんだね。死者が出なくて本当に良かったよ。双竜の事故後の映像や写真を見ると、艦橋の右舵が大きく折れ曲がっていることがわかるよ。
オーシャンアルテミス号の底部とこの部分が接触したということだろうね。しかし、問題は外観上の損傷ではないんだ。ニュースになったのは、この衝突によって通信機器が使用できなくなったということが大問題ということだったってわけ。艦の通信機器が故障したため、乗組員個人の携帯電話が、唯一の通信手段と報道されたことで自衛隊大丈夫かという空気が湧き上がったのも事実だね。連絡が取れないと安否確認どころか状況すらわからないもんね。この失態と言っていいだろうなを受けて海上では全ての潜水艦に非常連絡用衛星電話を支給したそうだけど、どうして今までこうした対策が取られなかったのか、その方が不安に感じてしまうよな。今回の事故原因は調査報告がまとまるまで断定できないようだが、一説では流体力学で確認されているベンチュリ効果の可能性があるのではと指摘されているみたい。ベンチュリ効果というのは、この場合は海水である流体ですが、流れる断面積が狭くなることによって流れが速くなり、その結果、周囲に低圧力状態を発生させるという物理現象を言うんだ。自然の力って怖いよね。人間がどれだけ技術を向上させても、それを一瞬で壊しちゃうんだから。本当にそうだね。この事象が原因とされる事故も、実際にあるんだけど、2007年平成19年にホルムズ海峡で起きたアメリカ海軍の、攻撃型原潜ニューポートニューズと日本のタンカー最上川号との接触事故がそれだね。ここで発生したベンチュリ効果によって、最上川号の底に潜水艦ニューポートニューズが引っ張られてしまったため、潜水艦が艦首部分をひどく損傷する事故が起きてしまったという結論になったんだ。原因は自然現象だけど、海上を航行する船舶が自分の下から近づいてくる潜水艦を回避する方法はないから、レーダーに反応があったとしても、速度が違うってわけ。この事故後に潜水艦ニューポートニューズの艦長は責任を追及され、監督不十分という理由で解任されたみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日のテーマはワインについてだよ。おお、ワインか。俺は結構いける口だぜ。そのワインなんだけど、お店やワインの冷蔵庫などによく寝かせておいてあるよね。なぜだと思う？それはもちろん、取りやすいからじゃないかな。違うよ、横に寝かせることで瓶が割れにくくなるんだよ。二人とも残念ながら不正解だよ。正解は、コルクが乾燥しにくいからなんだ。ワインを横に寝かせて保管するのは、ワインでコルクを湿らせておくためなんだ。コルク栓は弾力性に富み、適度に空気を通すんだ。そのため、ワインの熟成に適し、腐敗しにくいという利点もあるみたいなんだよ。そうなんだ。ワインいける口なんて知ったかぶりして、恥ずかしいぜ。まあ、これでワインの知識がまた一つ増えたね。みんなも、ワインのことを話す機会があったらドヤ顔で言ってみて。それじゃ今日の動画はおしまいだよ。また見てね。ルネッサンス。また次の動画で会おうね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 。